ターツンシリーズは、エドガー・ライス・バローズによるアメリカの SF 冒険小説のシリーズ名。主に、ターザンを主役とする。本校での日本語表示は、早川処房版に準ずる。野生児として育ったターザンを主役とした、冒険小説のシリーズ。生まれ育ったジャングルの習慣、思考が身についているため、文明に対しては批判の目を向けることもしばしばある。 バローズの4大シリーズとしては2番目に開始された。アフリカのジャングルなどの未開の地での冒険が多いが、単なる冒険小説の範疇ではなく、SF の範疇に入る作品もある。例えば、謎の部族秘境にはトリケラトップスなどの恐竜も登場魔法のような原理などである。バローズの作品を多く翻訳している厚木厚氏は本シリーズに関して、 SF 的設定の濃い作品が読み応えがあるようだと述べている。バローズはアフリカを訪れたことがないため、劇中の描写は想像や資料によるものである。第1作の連載時は虎が登場していたが、読者の指摘により炭行本化の際にヒョウやメスライオンなどに改められた。なお、ターザンは第1巻で成人に達するが、第6巻では、 少年期の短編集として新規に描かれている。第10巻までの編成を示す。早川版のほか草原版もあるので、タイトルではなく関数で示す。タイトル横は、発表年。登場人物、種族、国家、その他の用語などについては、ターザンシリーズの登場人物と用語を参照。リチャード・エール・ポフは、バルスエムにて、バローズの自己反復と、 模倣について述べ、ターザンシリーズが一番ひどいとしている。しかし、前述の通り、本シリーズで登場したプロットが、他の作品に転用されることもある。なお、ルッポフによると、バローズの作り出した、エンジン、ターザンの同類として明示されているのは、以下の通り。日本語版は、早川文庫特別版 SF より刊行されたものが、最も関数が多い。 ターザンブックスとして22巻が刊行されている。早川文庫特別版 SF は当初は全26巻が予定されていた。以下、リストを示す。ただし、ER バローズ作品総目録,録には連載開始の月しか明記されておらず、連載か読み切りか判断できない。当該巻や他の資料に明記されているものは補足した。当番号の順番に刊行されていないのは、 編集方針である。ただし、勝利者ターザンとターザンと呪われた密林の順番が入れ替わっている。理由は不明。114の代わりに25が記載されているのは、ペルシダーシリーズの第4巻として、すでに刊行されていたためである。森友の史上最大最高の冒険ヒーローに従い、元の投資番号と出版予定期についても併記する。これにより、 次の2点が判明する。ターザン、エスクエストは、第1期に予定されていたが、刊行されていない。ターザンザターザンツインズ・ウィズ・ジャドバル、JA ザ・ゴールデン・ライオンは20巻目に予定されて、いたが、第11巻、ターザンのソーセージにザターザンツインズと併録された。このため、全26巻の予定が、全25巻予定になっている。未完文の放題、役者については、 早川書房文庫解説目録による補足として石器時代から来た男を時系列に従って組み入れている。早川版でも別館として観光の予定があった。ER バローズ作品総目録ではターザンシリーズの第三作とされているがバランタイン版、エースブックス版ではシリーズに含まれていない。また、HH ヘインズの資料では ターザンとチャンピオン、ターザンとジャングルの殺人者も個別に数えているため、全29作となっている。表紙、口絵、挿絵は、その多くを武部本一郎が手掛けている。武部の死後は加藤直行が担当している。なお、指定世界のターザンは、ペルシダーシリーズのため、リュウシュが描いている。死後に発見された、ターザンと狂人は、 早川書房が日本語翻訳権を独占している。早川版と草原版早川版、東京草原社版を翻訳順で一覧化。草原版のみ現代を記す。差し絵が空欄の場合は、竹部本一郎。用語は、ターザン用語の手引きが収録されているかどうかを示す。早川版、草原版以外の翻訳、ターザンと、 女戦士での谷口隆夫の解説によると、早川版以前のものは、小山書店の2巻以外は小役ばかりで、映画のノベライズも混じっていた、と記憶するとのこと。バローズの死後、様々な人物が、続編等を描いている。早川文庫版では、ルイ・ジンザルの言語を、ターザン用語の手引きとして収録してあるものがある。参照。その中から、主なものを五十音順で記述する。 なお、翻訳者により、表記揺れが存在する。また、漫画にの言語は、小猿や、ヒヒも使用している。バローズ自身が明かしたところによると、以下の3点が参考になっている。ロムルスとレムス大衆雑誌で読んだ、短編小説、ジャングルブック3に関しては、一部のバローズファンは否定していたが、リチャード・エール・ポフの調査で明らかになった。なお、早川版のターザンブックスは、 ジャングルブックにちなんでつけられている。キップリングはバローズと本シリーズを自伝、多少なりとも私自身の中で模倣、ドタバタ化として通列に批判した。H.R. ハガードからの影響本説はターザンとアリ人間の解説である森優のターザンと洞窟の女王による。キップリングはジャングルブックの着想の一つとして多少なりとも私自身の中で ヘンリー・ライダー・ハガードのユリの名だを挙げている。これにより、バローズはギップリングから、ギップリングはハガードから、という経路が確認できた。森は、ハガードは有名な作家であったし、デビュー前のバローズは、シカゴ公共図書館に通い詰めていたから、読んでいないとは考えにくいとし、次の点を主張している。洞窟の女王の失われたと。 コルに君臨する白い肌の女王圧者は、その名を呼ぶことをタブーとされ、SHE と呼ばれている。一方、本シリーズでは、秘境、オパルに女王らが存在している。LA というのは、ラテン系の言語では、女性の定感詞である。代名詞と冠詞という違いはあるものの、語学に感動なバローズが、偶然そう命名したとは考えにくい。また、双方の女性が、 外部から訪れた白人と恋に陥る点も共通している。ハガードの電気作家モートンネ公演によれば、これはグレート・ジンバブエ遺跡に一致すると多くの学者が指摘している。このジンバブエをソロモン王の伝説のトーファーに儀する学者もいる。オファーとオパルの綴りが似ているのは偶然なのか。さらに森はバローズの電気作家であるロバート・ W ・フェントンの 指摘を紹介している。それは、バローズの小説 HRH The r i d e のタイトルは、ヘンリー・ライダー・ハガードへの手向けではないのかという説である。この他、野田正宏は、指定世界のターザンの解説で、ジャック・ロンドンの著作とヘンリー・モートン・スタンリーのアフリカ旅行記からの影響を推測している。1950年代の段階で、本シリーズは31カ国語に翻訳され、 58カ国で発売されている。1962年に始まった第二次ブームはアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、カナダなどに広まっている。アメリカでは1962年だけで1000万部を売り上げたとライフは伝えている。この売り上げはアメリカのペーパーバッグの総売り上げの1、30に達した。なお、 第一作が発表と同時にベストセラーとなったという説があるが、これは間違いである。なぜなら、フェントンの調査によると、1914年の初版は5000部しかすられておらず、年内の再版分を含めても1万5000部にしか過ぎないからである。ただし、後年にコロンビア大学が発表した1875年から1934年までの、 ベストセラーベスト65の中では、第一作が27位に入っており、累計75万部を売り上げた、とされている。また、1945年の段階でのシリーズの総発行部数は、209万部に上る。ドイツ冒読者、ターッツァン本説は、野獣王ターザンの解説として、森優が書いた、シリーズ随一の傑作による。第7巻、野獣王ターザンは、 1919年3月から1920年3月まで雑誌に掲載され、1920年に単行本化された。この執筆は1918年8月から1920年12月までかかっている。ドイツでは1923年から1925年の間に第6巻までが翻訳され、200万以上のバローズファンが誕生していた。 しかし、第一次世界大戦に財を取った本作は、ドイツ軍を悪役としており、ドイツでのバローズ作品の出版を独占していた、チャールズ・ディック社の社長、ディックは、本作の出版を見送っていた。ところが、ステファン・ゾーレルというジャーナリストが偶然、英語版の本書を入手し、1925年3月に、ドイツ暴徳者ターザンと題して小役版を出版した。そのため、 ドイツでは、バローズバッシングの嵐となった。バローズは、フランクフルトツアトゥング氏に謝罪文を提出、同志は態度を軟化させ、バローズの潔さを評価した。とはいえ、アドルフ・ヒトラーの台頭により、ドイツの文学、映画など芸術に関する統制が過熱に行われ、バローズ作品も、噴書の運命をたどっている。バローズ作品のドイツでの人気再燃は、 その後20年以上が経過しなければならなかった。なお、皇族の作品では、一時期ではあるものの、ドイツ人のヒーローが活躍、もしくはヒロインが登場している。などが挙げられる。一方で、第一次大戦時期に設定した、時間に忘れられた国などでは、ドイツ人は悪役となっている。また、第二次大戦の時期になると、再び反ドイツ的な作品。 金星の独裁者が登場する。四大シリーズのうち、本シリーズ以外において、バローズは作中に、聞き手として登場している。バローズ作品に、聞き手が登場する場合、それが、バローズ個人であるか否かは、明言されている場合といない場合がある。前者は、火星のプリンセスが、代表格で、後者には、例えば、時間に忘れられた国がある。明言されていない場合、 明らかにバローズではないと、ほぼ断定できる場合と、できない場合がある。本シリーズの場合、第1巻で、私が、水管から話を聞かされ、それを調査した、という導入部が採用されている。この時点では、バローズであるとも、ないとも断言できなかった。類似の例としては、ペルシダーシリーズがある。第1巻、第2巻では、私が聞き手であり、 バローズであるという決定的な証拠は明示されなかった。しかし、第3巻、戦乱のペルシダーにおいて、劇中の重要人物とジェイソン・グリドリーの通信に、エドガー・ライス・バローズという名前が出てきており、前巻までの聞き手が、バローズだと確認できる状況になっている。この続編となるのが、指定世界のターザンであるが、冒頭でジェイソンがターザンを訪ねるシーンにおいて、 ペリーからの通信文を提示し、その信頼性に対して、あなたもよく名前をご存知の人の署名、と、バローズの名前を出さず、わりくどい説明をしている。こうまでバローズが、ターザンシリーズで、自身の名を出さないのか、明言されていない。草原版は、エドガー・ライス・バローズ、早川版は、エドガー・ライス・バローズと、表記揺れが存在する。ありがとうございます。